はよう。おはようございます。おはよう。わあ、タコさんありがとう。いっぱいタコさん、だるまもありがとうね。ありがとう。おはよう。ハートもありがとう。おはようございます。おはようございます。昨日ぶりですねおはようございます。まあ、めっちゃだるま来る。ありがとう。嬉しい。ありがとうね。流れ星もありがとう。おはよう。おはよう。おはよう。本当におはようございます。あ、ハートもありがとう。おはよう。だるまありがとう。おはよう。だるまありがとう。で、こんな朝早くから配信始めちゃってごめんね。ありがとうね、来てくれて。本当に、はよう。レインボースターもありがとう。おはよう。おはようございます。朝早くはないよ確かに早くはないか。あ、たこさんありがとう。今日は少しは寝れた。なんか昨日の今日だからさ。あー、くまちゃんの天使ありがとう。そう、昨日はね、公演に出演してたのでなかなか時間の確保が難しかったんですけれども、昨日は本当にありがとうございましたね。昨日は皆さんも知ってる通り、夜小越さんの生誕祭があって、でその生誕祭で小越さんが卒業発表されて、その昨日の今日なのでなんか気持ちが落ち着かないことがすごいあるけど、でもなんだろう、昨日初めて知ったってわけじゃなかったから、なんだろうな、まだ気持ちの整理がついてる方っていうか、そう、いっぱいエピソードがあるので、昨日大越さんの生誕祭の時にね、お話があったんですけど、私大越さんと3時間の電話をしたことがあるんですねしかも2回ぐらいあって、で今日その話を絶対したいなと思って、振り返ってみたのね。どんな時にどういう感じで電話の流れになったんだろうと思って、そしたらなんか急にね、私からかけたんだろうなと思ってたら、まさかの一番最初の電話はなんとね、大越さんから話したいことがあるんだけど電話してもいいって来てて、まさかの大越さんの方から先だったっていうそれでちょっとびっくりした。そう、私もあれ大越さんからだったっけと思ってで大越さんから電話が来て、まあ、なんか普通に話して、そこからなんかパフォーマンスとかの話になって、でそこからいろいろあって、でなんか NGT の話にもなって、その時になんかさらっと大越さんから卒業発表っていうか卒業するからっていうのを聞いて、で私は正直ん?ってなってて。なって、なんか普通にさらって感じで、本当にさらって言われて、本当に本当にさらっと言われて、私本当に大越さん卒業発表すると思ってなかったから、なんて言えばいいんだろうな、正直信じられなかったし、なんかもうなんか怒りなんじゃないかってぐらいもうなんか気持ちが込み上げてきてて、もう泣きながら「なんでですか?」とか言って、本当に大越さんに
なんか結構先輩だからさ、なんだろうな、場をわきまえないとっていうか、大声さん先輩だからさ、場をわきまえないとっていうか、本当に先輩なのに先輩の前でめちゃめちゃ泣きわめいちゃって、電話だけどめちゃめちゃ泣いちゃって、でなんかもう本当に大声さん大声さんには申し訳ないんだけど、めちゃめちゃ泣いて、なんか私はこういう時にこういうことがあって、こういうことがあってっていうのを全部大声さんにぶつけたのね。だから大声さんのこと大好きだし、めちゃめちゃ尊敬しててっていう、そういう気持ちを全部ぶつけてて、大声さんに泣きながらそう、なんでってめっちゃ言っちゃった、なんでですかってめっちゃずっと言っちゃってて、なんかそうなんです。それでなんか思い出して、昨日めっちゃなんか苦しくなっちゃって帰ってきてからそれを思い出したらなんかすごい苦しくなっちゃって、あートムが走ってる電話はでもサマーソングセットリスト公演のリハーサルが始まる前ぐらいですね。そうで、その後にもう一度大声さんと電話して、もうなんか聞きたいこといっぱい聞いて、そうその時にめちゃめちゃ3時間ぐらい話しちゃって、私がもう聞きたいこと聞きまくったし、お互いの話をしてっていう感じ。本当に大声さんが言ってた通り、なんだろう、沈黙の時間がないっていうか、そう、そうなんですでもなんかなんだろうな、そう、大江さんが喋るっていうか、私もなんか聞きたいことをめちゃめちゃもう言ったし、大江さんもそれに答えてくれたし、逆に大江さんもたくさん話してくれたことがあったりとか、そう、そうなんです。なんかいろいろと本当になんかなんだろうな、正直言って絶望しててなんかその卒業発表、卒業するんですっていうのを聞いた瞬間はなんかもうなんか信じたくなかったし、なんか絶望の気持ちでなんか大越さんはそうだよ分かるよって言われたけど、なんか分かってくれてるのかなって思うぐらいなんか本当に絶望してて、そう、なんか絶望、絶望って感じだった。本当になんかえってなってて、信じられなかったっていうか、信じられなかったってか、あれかも、私自身がもう信じたくなかったっていうか、大越さんのことがすごい好きだから、なんだろうな、メール、昨日のメール読んでくれましたか？実はメール送ってたんですけど、届いてたかな、多分届いてるはず、返信的にも。多分届いてるはず。大越さんのね話をめちゃめちゃして、めっちゃ長くなっちゃったんだけど、その話をね、そう、あのなんだろう、今まで私が好きだって言った先輩はファン目線で、そのベクトルが大越さんと好きのベクトルが違うんですよ。大越さんはなんだろうな、なんかまた別のベクトルで好きっていうか、そう
だなとも思っててそう、昨日のね夜公演の MC で、あの小越さんと血が、小越さんが私の血を持っている人だって私に言ってくださって、私めちゃめちゃ否定しちゃったけど、今になって、いやまだ否定かなまだ否定でした。あ、全然まだ否定でした。話は合います、もちろん。でも血は通ってません全然通ってません。そう、小越さんの血は全然通ってないのでそう、小越さんにあの私の血が多分あると思うって言われたんですけど、確かに話は合いますよ、もちろん話は合うけど通ってはないかなでももちろん本当に大好きな人だし、昨日本当に生誕祭出させていただけて本当に嬉しかったし、でもそれを考え、卒業っていうのを考えた時に、その最後の小越さんのシングルになる一瞬の花火の選抜に入れなかったことがやっぱり悔しいし、なんだろう、で一瞬の花火のさ、プロモーションのためにどんどんなんかまたいろんなことが決まってて、それをなんだろう、選ばれなかったことを考えていくとやっぱり悔しくなっちゃうしなんだろうな、やっぱ悔しいなって気持ちが日に日に強くなってくるっていうか、選抜じゃないっていうのを知った瞬間はやっぱり悔しかったけど、なんかそれが一回落ち着いたんですね。だけどやっぱりどん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 こう悔しい気持ちがやっぱり上がってくるっていうか、なんかそれがアイドルっていうものなのは知ってるけど、やっぱりそのキラキラしている部分しか見てこなかったのかなって思ってて、私はね、大好きな人がさ、なんか目の前からどんどん私が入りたいと思ったNGT のその大好きな人たちがなんか目の前からどんどんいなくなってくのがなんか苦しいなって思うし、でもなんだろう、ラジオの時にそう、その電話の中で聞いたんですよ、小越さんに。あのずっと前のエッサの時に、あの中心メンバーになってほしいって言って、声を私に中心メンバーになってほしいってあの言ってくださったの覚えてますかって聞いたら、もちろんって言われて、なんかどの立ち位置かは分からないけど、でもなんかその瞬間が見えたって言われて、それを考えた時に私は言われたってことはならなきゃいけないなっていうのもすごい心に決めたことだから、メールではちゃんと心に誓ったっていうか、決心はしっかりしたんだけれども、やっぱりなんだろう、悔しいなっていう、やっぱり卒業やだなっていうか、もっとなんか、小越さんはその12月末までまだ時間があるから、まだまだいっぱいステージ立てるよって言ってくれたけど、私はあと3年ぐらいは一緒にステージに立ちたかったから、なんか悔しいなーっていう気持ち、悔しいなーっていう気持ちですね。なんで悔しいんだろう悔しすぎるよ本当に。
んだろう。うん、わあだるまありがとう。なんだろうな、そうなんか変に身近にな存在って加入する前から思ってて、加入してからもなんか変になんか本当に変なんだけど、なぜか本当に親近感があって。だからすごい難しいけど、まあくまちゃんのやつありがとね、ありがとう。難しいんだよね人って。そう、妙な妙な親近感を持っていました。やっぱり血が入ってるのかな。入ってるのかな、わかんないや。入ってたり、入ってるように見えますか。遥か村やんでよかったね。そうなの、サマーソングセットリストで、あのカイリさんのザリガニ島か遥か村、どっちを選ぶかっていう話になって、あの私は遥か村を選ばせていただいたんですけれども、それとはちょっと違う話な気がする。もう確かに大好き、遡ったら親戚。本当にそうかな。でもね、すごい、でもなんか大越さんめっちゃ褒めてくれるっていうか、私のことをめっちゃ、なんか電話する前からなんかすごい褒めてくれるなって思ってて、で改めて電話して、そこからいろいろ小越さんの考えてることとか、逆に私の考えてることも聞いてもらって。うん、うん、難しいね人って、人って難しいけど。とにかくたくさんギフトありがとう、本当にハートいっぱいありがとうね。なんかこんな重い話をしてる最中にも本当にありがとうございます。でもお話聞い、そうそうなんです、お話聞いてて、なんか小越さんってちゃんとグループ全体のこと、グループ全体がなんだろう、これからどう成長させていくかっていうことをやっぱりなんか考えてるなぁと思ってて、全体のことを見てる。なんか普通だったらセンターとかそういうことを考えるはずなんだけど、そうじゃなくてグループ全体のことを考えてて、なんかそういう話を聞いてて、本当に小越さんはあのなんだろうな、ちょっとそう、ちょっとこれは小越さんのキャラを覆してしまうかもしれないけど、本当に真面目な人なんだなって思ってた。真面目で、あでも真面目なのはみんな知ってるか。そうなんです、まあ誰もありがとう。
か真面目だなってすごい思ってた。でもそんな大江さんにしっかり考えを持ってるって私は言われたので、もうそれを信じてそれを信じて私はしっかりした考えをこれからも持ちたいと思います。配信くる、あお頑張って、気をつけて。でもすごい私も自分自分って言ってたけど、これからなんだろうな、ちゃんとグループのこと考えられるような人にならなきゃいけないのかなって思った。自分を考えつつでも昨日は本当になんかお見送りの時もさ、まあ、隣のゆうたんも泣いてたんだけど隣のゆうたんも結構泣いてって結構心配だったけど、そのお見送りに参加されてる皆さんもなんか結構泣いてる方がいらっしゃって、なんかそれを見てると苦しいなって思うっていうか、そう結構ゆうたんがなんか横見たら泣いてて、なんかすごいなんか心配なんかゆうたん、いやなんかめっちゃ心配になっちゃったんだよね。アンナも泣いてた？アンナもなんかすごいなんかもうなんだろうな、辛い気持ちだったと思うんだけど、なんかもう上回りすぎてたのか、なんかちょっとなんかなんていうの、ちょっとなんだろうな、急に面白いことをしだして急になんか面白いことをしだして、そうなんです。あ、ありがとう。なんか急になんだっけ、なんか犬違う、犬じゃないな、なんか水飲んでた時になんかあったはずなんだけど、なんかもう忘れちゃった。なんかアンナがめっちゃなんか面白いことしてて面白いことしてて、とにかくめっちゃ面白いなぁなと思いながら、あでもそういうことかなぁと思ってそうなんです。でもとにかく大声さんの卒業を考えた時に NGT 全体のことも考えていかなきゃいけないのかなって思った。まだ私4期生なんだけど、本当にさ、今日もねあのミューハさんの生誕祭があって、昨日は大声さんの生誕祭、今日はユーハさんの生誕祭で、そう生誕祭続きだけど、みんな頑張ろう今日も一日。じゃあ25分になったので壇上見をしますねよし壇上をゆっくり読むぞ。いきまーす。13位りょうたさんありがとうございます。12位山ちゃんありがとうございます。11位大輔さんありがとうございます。10位富之助さんありがとうございます。9位オクタゴンさんありがとうございます。8位かんちゃんありがとうございます。ありがとう。7位なおくんありがとうございます。6位かわさんありがとうございます。5位山ありさんありがとうございます。4位松尾さんありがとうございます。3位ゆうくんありがとうございます。2位たからさんありがとうございます。そして1位は
カツさんありがとうございます。ありがとうありがとう、ね、ショールームイベントもめちゃめちゃ頑張りたい気持ちもあるあるし、めっちゃ頑張るって決めてるんだけど、ちょっと昨日はなんか気持ちの整理がつかなくてちょっとあやふやになってたところはあるんだけれども、今日はぜひショールームビタリー、ショールームビタリショールームに浸った一日にぜひしてほしいので、ぜひまた皆さん見に来てね。スケジュールは多分いろんなところにメールもチャットもスケジュールいっぱい送ってるので、ぜひ予約も入れとくのでそう、あ、教えてくれたありがとう。次の2枠目は10時半からなので一日空けました、ありがとうまさかのありがとうございます、ありがとうね。なんか小刻み ありがとう本当に。とにかく私は大越さんのことが大好きっていう気持ちが、あの MC ではいじってしまった部分もあるけれど、本当に人のこと見てる大越さんのことがとにかく大好きっていう気持ちが皆さんに伝わってほしいなって思います。休めるとき休む、いやもう皆さんに言いたい、それは休めるとき休んで、そう次もまた公演の話したいから、私お昼公演の話もしたいし、もちろん夜公演の話もしたいんですけれども、公演の昨日の振り返りがしたいので、入れる時は全力で、ありがとう、じゃあぜひよろしくお願いします。本当にちょっとね、公演でめちゃめちゃ嬉しいことがいっぱいあったので、皆さんにそれを共有したくて、次の配信はめっちゃその話しちゃうかも。うん、あ、そう、はるか村のお話もしたいし、いろいろとね話したいことがいっぱいあるし、そうなのです、そうなのですそれじゃあありがとうございました。うん、またね、本当に次は10時半からなので頑張るね、皆さんもぜひ待ってます、10時半から。それじゃあまたね、ありがとうね本当に、またね、ありがとう、またね、ありがとう、ありがとうございます。